ジャック・ビューネルの母妃。ジャック・ビューネルは、フランスのカトリック教会、カルメル会の修道司祭。修道名は、イエスのジャック。本名、デュシアン・ルイ。ビューネルは、フランス、セーヌ・マリティーム・ケンバランタンの労働者の家庭に生まれ、5人兄弟のうちの一人であった。彼は、学生として、優秀な成績を収め、尊敬を集めた。1912年、 ルーアンの神学校に入学したが、兵役のため断念せざるを得なかった。しかし、1925年に除海され、司祭としての道を歩み、教会を中心に、学校、ボーイスカウトの霊的指導を担当した。だが、ョーチフスを患いビュネルは、修道生活への証明に目覚め、最初はトラピストを望んでいたが次第に、カルメル会を望むようになった。同期は、 カルメル会の書物に親しみ、女子カルメル会修道院との交流であった。特に、カルメル会司祭マリー・ウジェーヌグリア・ルーとの出会いがビューネルの生涯を決定づけた。しかし、現地の大司教はそれに反対し、許可を得るまで2年の歳月がかかった。1931年、ようやく許可が下り入会を実現し、ク意し、イエスのジャックと名乗った。 翌1932年、有機誓願を立てアボンの昇進学校の校長に就任、1933年、修道院に戻り修正誓願を建てた。ビューネルは修道司祭として、修道者、新学生の指導にあたり、生徒からペールジャックの愛称で親しまれた。1938年、従軍司祭として、チェコに派遣され、一旦は戻ったものの再び派遣され、 ドイツ軍の捕虜となった。だが彼はそれにもかかわらず、冷静を深めし彩職を行使し、1941年、釈放され、アボンに戻った。ビュネルはレジスタンスとして活躍しユダヤ人学生らを、革米、それが原因で1944年1月15日、彼は、ユダヤ人と共に逮捕された。逮捕後、各地を転々とさせられたがビュネルは神への信頼を、忘れず、 被災としての役割を果たした。1945年5月、ビュネルが収容されていたマウトハウゼン強制収容所がアメリカ陸軍によって解放されたが、結核を患った彼の体重はわずか75ポンドしかなかった。同年6月2日、リンツの聖エリーザベト病院で死去した。彼の遺体はアボンのカルメルカエボッチに埋葬された。1985年、 ヤドバシェムは彼の功績を称え、諸国民の中の正義の人とした。一方、カトリック教会は彼の劣腹調査を行い、その英雄性を認め、神の僕の称号を与えた。フランスの映画監督、ルイマルはペールジャックの学校に在籍しており、11歳の時に神父の逮捕を目撃していた。マルは1987年に公開された映画。 さよなら子供たちにおいて、神父に敬意を表している。ありがとうございます。